はいどうもごま,みれです、えー、まあ連日なんかギャー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 騒がれてる香川県のあのー、ゲーム、えー、ネットの規制法案ですが、えー、そのねあのゲーム条例案の反対署名ということで、えー、香川県のね高校生が、えー、なんか県議に提出したというね、えー、ニュースがあります。うん そんな中で集まった署名が595筆、うん。こんだけ騒がれとって、うん。こんだけ騒がれとって、ツイッターとかでも何十万リツイートとかされるような、ね。そういう話が595しか集まらない。<laughs> うん、嘘でしょって思うよね。うん。やばいよね。 <laughs> そうなの。これはもう別にこれだけに限ったことじゃないの。うん。あのー、もうツイッターとかネットって基本的に口だけだから。うん。残念なことにね。うん。口は出すの。だ例えば、えー、そうだな。インスタグラム。あれだったら、あのー、やっぱ憧れの人。 っていうね、なんかインスタグラマーとか芸能人とか憧れの人うんぬんっていうのがあるから、それに近づきたい、そうなりたいっていう願望から、結構お金ってのが動くのよ、インスタグラムって。うん。あの人が持ってるあのバッグが欲しいとか、この髪型がってかわいいとか、この髪の色素敵とか、うん、そうやってね、私もこうなりたいって言ってお金が動くわけ。けどツイッターに関しては、嫌いぬ嫌いの文句こそ言うけど、残念なことに人が動かない。 誰かがどっかでやってくれるだろうっていう超集団心理うん。なんかあったよねあの、アフロ田中みたいなやつで。<laughs> うん。あれなの。うん。ツイッターって極端にそれなの。うん。お前すごかったよ。あの、<laughs> ああちょっと失礼。あの、あれよ。えー、玉田畑慎太郎さんっていうね、結構あの、ZOZO で働いとった、あの、前沢、前澤何がしで。 有名な ZOZO で働いとった、まあ結構あの歯に衣着せぬあのことを言うなんか経営者というか、そういう人たちがおるわけよ。そういう人か。そういう人がおるわけ。うん。その人がね、なんかあの、一日バーテンしますみたいな感じで、なんか企画やっとってさ、うん。フォロワーが22万人おるわけよ。20万人やったっけまあ22万人くらいが確か。うん。22万人おって、で、えー、まあバーを開きますって言ったら、 回転から、あのー、人がいない。<laughs> 回転して人がいない。人が並んでもない。うん。え、ちょっと回転、回転で空席っていうか、誰一人来てないんですけど、来てよみたいな感じで言って、初めて人が集まり出す。<laughs> 22万人もフォロワーをって。うん。フォロワーは武力だ、影響力だって言うけど、ね、結局そうなのよ。 うん、22万掘っても、あの、自分がバー開くって言ってね。そしたらさ、あのー、ね、ツイッターでフォローしとるあの人と接近できるイベントじゃないかって。ね。うん。なんかツイッターで見てるあの面白い人とリアルに話ができる。うん。そういう接近イベント誰も来ない。まあ結果的になんか人いっぱい来たらしいけど、後からね。<laughs> そういうなんか自虐的なあれもあって。うん。クあのネットって大体そういうもんよ。 うん、だからあのなんかねネットの話を全てミーが創意だって考えとる人間は結構多いんだけどこのご時世、うん、そうじゃない、うん、特にツイッターなんかそうや、うんあのー、だからねあんまりなんかそのネットの話に熱くなる、うん、ことはないと思う、うん、まあ今の時点みんなほらツイッターかインスタグラムか、まあ、フェイスブックもそうだけどフェイスブックはまあ違うか、うんあのー、やっとるわけやないか 俺らってこれでツイッター、Instagram、と YouTube とインスタグラムと Facebook も一応やってはおるけど、うん。あんまりね、こういうのまあまあ今回悲しいね、595しか集まらんかったっていうのは。うん。まあこの、えっ、ー、と、署名を求めるサイトではネット上で話題になり、ネット上で話題になり、まあこれはあの朝日新聞の記者の書き方の問題だから、ええー、まあ多分、 話題になったくせに、ね、話題になったって言いながら595しか集まらんっていうのはちょっと悲しい話だから、しかも全国だからね。香川県だったらまだわかるけど。うん、これはあの記者、書いてる人間の、えー、ひ木下恒大っていうのかなわからんけど。この人の、まあ、ちょっと皮肉を混じった、えぇ、ー、まあ、語彙力みたいな感じの話やから。うん。署名を受け取って、じゃ受け取った。 えー、県議会は、えー、大山一郎議長に報告するという。あこの大山議長、このこの大山一郎議長っていうのが、このゲームの、えー、条例案の,あの根源っていうか、親玉ですあの。諸悪の根源です。はい、<laughs> こいつ、あの根拠もなくあ、何の根拠もなく、そのゲームは頭、ね、脳に影響を及ぼす。あゲームが子どもの,発,ああの発育に影響を及ぼす。 科学的根拠はない。私の勘だっていうので、あの、規制規制規制っていうのをやろうとしとる、こいつが悪の親玉です。はい。あの、大山一郎議員長っていうのがね。うん。まあ、それを理由に、あのね、年寄りしかおらんね。やっぱ、あの、年配になればなるほど、そういう考えがあるわけ。うん。最近は海外でもね、ゲームは別に、あの、影響しないよっていう、そういう研究結果も出てるにもかかわらず、うん。そういうことが起きとるわけさ。うん。 けどね、あの、年寄りないし、古い考えの人たちね、を、あの、うまいこと騙し込んで、まあ、自分のね、あのー、支持者というか、支援者というか、そういうのにするっていうのは、まあ、地方、地方政治家あるあるだよね、こんなのは。うん。だから、それの、あのー、何て言うんかな、あのー、票集めというか、うん、そういうので、やっとるわけ。うん、こうやってね。自分の功績は持ちたいから。 これが可決されようもんなら自分の功績になるわけやろ自分が影響力のある人間だっていうことをアピールできるわけやろ私はこれだけの難しい法案全国からたくさんの批判の声があったにもかかわらず信念を持って私はこの法案をやりきりましたって言ったら。 みんなして、おーってなるわけやねんか。じゃあこの、この政治家にね、あの、好意、この政治家を好意にしとけばこの、この政治家の派閥を好意にしとけば、えー、私の会社もえ安泰なんだろうなっていう、なんかそういうね、企業の献金とかもくまりやすいわけですよ。政治っていうのはそういうもんですから、はい。 まあまあちょっと話がいろんなとこへ、えー、あっち行ったりこっち行ったりしましたが、あまあこんなもんなんですよ、ネットって。うん。だからあまりネットに対して熱くなる必要はない。うん。残念ながら。なので、あ皆さんもね、結構こういう情報、やいのやいのって、えー、なんか錯綜したり、ね、盛り上がったりしますが、あの、落ち着いて客観的に見ることをお勧めします。はい。あの、所詮はこの程度なんで、ネットって言っても。 うん、まあそういう話でございました。あのー、こうやって情報がいっぱいある世の中だからこそ、まあ、あの落ち着いた行動をしましょうというお話でございます。以上小間見えでした皆さん良い1日を